こんにちは、シゴスピチャンネルの管理人こと、スピリチュアルの語り部、天心です。シゴスピラジオは、スピリチュアルにまつわるあんなこと、こんなこと、世の中にあるこんなことは、スピリチュアルという視点で見たら、どのような意味があるの？といった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは、うぶすな髪を味方につけるということでお送りしたいと思います。今回のテーマは、うぶすな髪様ということで、お話ししていきたいんですけれども、うぶすな髪とは何かという、お話は、過去にも何とかしてますけども、簡単に言うと、一つには自分の産湯を使わした、初宮参りをしたというね、意味に捉えてもいいと思いますけども、その神様ね、それをうぶすな髪という場合もありますし、自分が住んでいるね、地域の鎮守様、これもうぶすな髪というふうに言う場合がありますと。今回、いろいろと人によってですね、微妙にこの辺の定義変わったりする場合もありますけれども、私はそういう広い範囲でうぶすな髪様を捉えているんですが、今回その、うぶすな髪様を語るにあたって、ターゲットにしたいのは、地域の鎮守様ね。それはどういうことか、自分の住んでいる地域であり、あるいは自分が主に仕事をしている地域のそのうぶすな髪ね、鎮守様ということでございます。で、そういううぶすな髪様というのがいらっしゃいまして、私たちは結構そのうぶすな髪様の影響を受けながら、現世を生きているわけなんですけれども、ちょっとここで話を変わりましてね、スピリチュアルというものに関係する人、あるいはそういったものに、興味を持つ人の、ある種の特徴というか、全員がそうではないんですけれども、やっぱりそのスピリチュアルというものは、簡単に言っちゃえば自分自身の霊性というものに着目していき、魂を向上させるとか輝かせるとか、そういった抽象性の高いことをですね、次元層の高いことを目的として行っていくということが多いんですけれども、もちろんそれが一つの目的でもあるわけなんで、それは間違えていないんですけれど、あまりにもその抽象性の高い次元ばかりを見ているがゆえに、次元さえ高ければそれでいいんだというふうに思ってしまう方が多いんですね。もちろん次元の高い部分を注目していくことは大事なんですけども、ただ私たちはもうこうしてね、生きてる間は現世次元に生きてるわけです。つまりこの肉体を持った世界、条件と制約のあるね、そして重力によってね、大地にこうね、大地から飛び立つというよりは、大地に根ざして生きていくという存在であります。なので、生活もしっかりとやっていかなければいけませんし、人生の中で一つ一つ足跡を残していくということももちろん大事なことなわけですね。それを無視してですね、あまりにも次元の高いことばかりっていう風になってしまうと、やっぱりちょっとバランスが悪いということで、どうしてもそのスピリチュアルな教えというか、そういうね、考え方とか、スピリチュアリティに触れていくと、次元層の高いことを追い求めたくなるんですけれども、次元層の高い神様とか、神仏とか、神霊とか、そういったね、スピリチュアル的な、スピリット、そういったものというのはですね、なかなかその現世次元というものに対して、はっきりとした具体的なことをしてくださらないという部分があるわけです。そうするとですね、なんかスピリチュアルやってても、現世的にはパッとしないねと。現世的にパッとしないのはともかくとして、何らかの足跡を残してないよねっていうケースが見られてしまう。そうするとですね、やっぱりなんだよと。スピリチュアルってなんだよというふうに思われて、やっぱりスピリチュアルなんかやってると、地に足のつかない人になっちゃうじゃないかというふうに、そういう評価を受けやすいんですね。でそれはとても悔しいことだと思いますし、それによってスピリチュアルというものが誤解されていくというのは非常に残念なことだなと思うわけです。なので今回はちょっといつもの高次元思考から若干低次元思考に、考えをシフトして、この世の中で
何か足跡を残していくにあたり、どうしたらスピリチュアリティというものを生かしていけるのかという観点で話してみたいと思いますと。でそのためにうぶすな神を味方につけるということがまず一つ言えるわけですね。でうぶすなの神様というのは土地の神様ですよ、簡単に言えばね。つまり大地に立脚した神様なので、非常に低次元層の部分も面倒見がいいという、比較相対的ですけどね。ただしもちろんそこに降りられている神様、パイプが降りている雨の通い路と言いますけども、そこは高い深海につながっているので、決して低次元のものがいるというわけではありませんが、低次元層との接点を持ち、力がね、要は神社という形で、大地に根ざしているわけですから、それだけ現実に近い、力もね、もちろんそこには眷属神の介在だとかいろんなことがあるわけですけども、うん、だけども、まあ、そういうものもあってですね、やっぱりうぶすな神様というのは味方につけておいた方が、私たちの現世の中でね、いろんな足跡を残していくにあたり非常に助力を得ることができると、つまりいろいろと手助けしていただけるということが言えるんですね。でどうしてもその高次元思考になると、いやそんな現実的なことなんてね、そういうのはエゴなんだからみたいなねいうふうに捉えられがちですけども、そうじゃないということです。でまあ、ではまあそのどうしたらうすな神様をそのね、味方につけられるかという話をしていくんですけど、まず自分の活動フィールドを認識しましょうとね。例えばどんな商売をしているのかっていうのもありますけども、どこの地域に立脚しているのかね。まあ大体国内、まあちょっと海外行くとまたちょっと話変わってくるかもしれませんけども、その領域のね、自分のよく拠点を置いている場所のうぶすな神様というものをちょっと認識しておく必要があるかなと。まあそういった地域の一宮とかね、本宮とかその中心となるよね、いろんな神社あると思うんですけども、そのネットワークの中心にいる、ね、総括的な神社にお参りすると一番いいと思うんですけども、そういうところにまずお参りに行くというのも一つの手であります。ただしお参りしたらうぶすな神様が味方してくれるというほど甘いものではありません。やっぱりうぶすな神様が、その味方してくれやすい、つまりうぶすな神様が喜ぶようなことをしないと助力をしてくださらないわけですね。じゃあ別にうぶすな神様をよいしょしなさいとかね、水着物を持ってきなさいとかそういうことではありませんけど、もちろん真心を表すという意味でその神社を玉串するとか、ね、そういう礼節的な儀礼的なことももちろん大事ですけども、それだけで動くというわけではありませんと。じゃあどうしたらいいのかというと、まずうぶすな神様がどんな人が好きか、これは一つ、泥臭い人が好きなんですね。知恵を巡らしたり、いろんなそのセンスというものももちろん物事を成功させていくためには必要なことではあるんですけども、うぶすな神様は別にそういう知恵の働く人が好きなわけではないんですね。別に嫌いってわけではないですけども、でも知恵ばっか働かそうとして、うまくやろうとしている人っていうのはそんなに好きではないと。好きではないというと、もう人間のそれの好きとはまたちょっと違いますけどね。うぶすな神様がその手を貸したいというか、貸しやすくなるよね人はどんな人かっていうと、やっぱり泥臭く動く人なんですよ。というのはどういうことかというと、とにかく頭をいろいろこねくり回すんじゃなくて、とにかく数をこなしていくってことね。もうだから例えば営業マンだったら、どうしたら営業契約取れるかって策謀を巡らしたくなると思うんですけど、もちろんある程度のそのね、ノウハウとかそういったものを生かすのはもちろん悪いことじゃないですよ。それはダメだっていうわけじゃなくて、でもそればっかりをやるんじゃなくて、とにかくこう物量、ね、泥臭く動くっていうね、ことをやっていると、最初はなんかうまくいかないということもあるかもしれないけども、それを乗り越えて、こう泥臭くやっていくと、うさの神様っていうのは結構ご助力いただけることが多いです。だから神社ではお百度参りっていうのがありますよね。これお百度参りもまあ人によっては否定的な人もいるし、まあ推奨してる人もいるでしょうけども、なぜああいう制度があるかというと、そんだけ泥臭くやりなさいと。
100回お参りするんじゃなくて一度の気合い入れたお祈りでどうか動いてくださいっていうのもね、まあ一つの考えかもしれませんけども、うぐすな神様というのはですね、泥臭いのが好きだから100回お参りするわけですよね。まあもちろんそれだけじゃなくて、自分のやるべきことを単純化して、とにかく泥臭く動く。あとはフットワークですね。フットワークっていうのはもうとにかくトントンこう動いていくとね、機敏に動いていくということも大事ですと。あんまり考え込んで、頭よりもとにかく体を動かす方がいいと。で、あとは継続なんですよね。とにかく泥臭くて、泥臭さをずっと継続していく人のところに、うぐすな様の、うぐすな神様の、うぐすな力というべき、ご助力がね、まあ、出てくるという傾向がありますんで、そうするとですね、割とその最初はこううまくいかないとか、なかなか苦しいっていう苦労は重ねるかもしれないけども、だんだんじわ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 こうね、その地にこう根を張っていくようにですね、だんだんこううまい具合にこうその場数を踏んだりとか、泥臭く動く中でこうしたらいい、ああしたらいいっていうね、アイデアが浮かんでくることもあれば、いやもうちょっとこうした方がいいよとかね、いうことがむさがみの様の方からね、そういうある意味でのメッセージとしていろんな現象サインが出てきたりと、そういうことが多くなりますんで、もちろんこれはね、守護霊様にも通じるところではありますけども、うぐすな神様は特にその地域に熱着しているので、自分の拠点どこですかっていうのを踏まえた上で泥臭くいくと、ね、必ずそのね、答えてくれるというね、非常にありがたい部分があるので、ね、これがまああんまりにも次元層の高いと、次元層の高いメッセージとか次元層の高い働きで、魂にとっては良かったけど、なんか現実的には変わってないみたいなことも多いのでね、別にそれが悪いわけではないんだけども、だけどもやっぱりそのなるべくならこの現世の中で足跡を残していくということが、まあ、一つ大事だかなと思いますので、まあうぐすな様を、うぐすな神様を味方につけるというね観点で、ちょっとね、まあ、地域の神社なんかもね、見直してみるといいんじゃないかなと思います。ということで、今回も守護スピラジオを聞きいただきましてありがとうございました。守護スピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報を発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。また守護スピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回の守護スピラジオでお会いしましょう。さようなら。